今日も動画をご覧いただきありがとうございます。花文字 TV です。先月明石に行ってきました。家から車で約1時間余り、明石海峡大橋や海を眺め、魚の棚へ行き、美味しい海鮮丼を食べてきました。花文字は明石ということでタイと書きました。それではスタート。まず向かったのは垂水。目的を済ませ、明石海峡大橋が見える海辺へ。漁船が数台止まっていました。風が強いの分かりますか？明石海峡大橋の向こうが淡路島になります。雲も多く快晴ではありませんが、太陽が輝き、雲の間に青空も。とっても気持ちよかったです。少しの時間でもこんな風景を見れると、のんびりした気持ちになり癒されますね。波が穏やかに行ったり来たり、そんな風景も見ることができました。一番に思ったのが、想像してたより海が透き通り綺麗だなぁと思いました。次に行ったのが魚の棚。魚の棚とも呼ばれる商店街。少し歩きつつご紹介します。まずは入り口にあるタコ料理のお店。このタコ定食、昔両親と食べに行ったなぁと懐かしく思いました。とても美味しかったですよ。最近はテイクアウトもされてるんですね。商店街のアーケードにはたくさんの大漁旗が飾られています。漁師町ならではの風景ですね。右側に見えるオレンジ色の看板のお店は、いろいろな魚を天ぷらにして売られているお店。ここのタコの天ぷらが柔らかくてとても美味しいんです。次に見える八百屋さんは新鮮な野菜が売られていて、この日はブロッコリーやみかんなどを購入しました。このお店はアナゴ専門店。とてもふわっとした柔らかいアナゴで、隣ではアナゴ料理が食べれます。次のお店は永楽堂さん。明石では有名な老舗店。黒豆の入ったごたこ祈願まんじゅうは、タコの形がした人形焼きが名物です。タコせんべいも美味しいですよ。今はやっておられるか分かりませんが、タイミングが良ければ焼きたての人形焼きが食べれるんですよ。その日水揚げされた新鮮な魚が買える魚屋さんが多いですね。最近見つけた美味しい海鮮丼の食べれるお店に行きました。海鮮丼が1000円、お刺身定食が900円など、お安く美味しいお刺身が食べれます。店内はカウンター席が5席、外にも席があり、寒い日でもお昼頃になると外で食べる人が多いぐらい人気店です。私たちはいつも開店と同時に入ります。
その日によってお魚の種類が違い、この日はタコ、サーモン、マグロ、タイ、ヒラメでした。切り身も大きくてボリュームある海鮮丼に、あら汁、小鉢もついていて、このあら汁がとても美味しいんです。美味しいとしか言ってませんね。友達は炭火焼き穴子丼を食べていました。たくさんの穴子ですが、頭が2つあるということは2匹分なんですかね。こちらは1111円です。そしてお刺身の盛り合わせも頼みました。こちらはこのボリュームで800円、とてもお得ですよね。ごちそうさまでした。大満足で帰宅しました。この日に買ったタラの白子、白子のポン酢和えにしてみました。まだ出始めのホタルイカ、まだ小さいですが新鮮なんで美味しいです。こちらはからし酢味噌でいただきました。そしていつも買ってくる定番になっているのが、タイのアラ、アラ煮にしていただきます。新鮮だと煮つけても美味しいんですね。明石のタイは身が引き締まってプリプリしているのが煮つけてもわかるんです。では花文字をご覧ください。たくさんの新鮮な魚を食べ、毎回明石に行くのが楽しみになっています。少しずつこうして行った場所を動画でご紹介できればと思いますが、編集しているともっとこうすればよかったとか、顔見知りになっているお店も多くなってるんだから、細かく撮ればよかったと思いますね。少しずつ改善してご紹介できたらいいなと思います。今回の花文字はタイ、明石はタコ、タイ、そして明石焼きは有名ですね。タイの縁起の良さそうなカラー赤とめでたい金色を使って描いてみました。毎月明石には行くので、今度行った時は美味しい明石焼きのお店を紹介しますね。綺麗なキラキラした海を眺め、美味しいものを食べ、とてもリフレッシュできる一日を少しご紹介しました。花文字も数々のイベントが中止になり、まだまだ本格的な活動が難しいと思いますが、花文字と合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。では次の動画で。バイバーイ。